わーわー、おまんわー、おまんわー、皆さん、まあ、7時間目のサイン会始まったかと思ったって。サイン会はないです。もう終わりました。今日はびっくりした。ユラもお仕事忘れてもう帰ってきたかと思ったじゃないですか。今前回ありがとうって、みんなありがとうございました。やばい、めっちゃ あれなんですけど、よいしょ。なんかさ、逆光っていうか、なんかなんかですね。こんばんは、こんばんは。はい、チーズ。パシャパシャパシャ。ちょっとギフトは後ほど読みます。読まさせていただきます。あれ、こんばんは、みんな、やっほー。今日はサイン会だったんですけども、皆さん届くのお楽しみに。お疲れ様、仕事に見えなかったけどサイン会ありがとうございました。お、ありがとう。よしんぞみさん書きました、覚えてます。ありがとう、届くのお楽しみに。なんか、前髪がさ重いよ。薄くしたい。ありがとう。今回のねサイン会のカードはなんかクマみたいな、クマと一緒に撮ったやつでした。見てこれ、ちょっとさ、今日の服にめっちゃ合うくない？これおばあちゃんからもらった時計。これってさ、服の上につけるべき？それともさ、下？なんかめっちゃ似合う。明日はみんな、ちょっと今言うのもう一回後で言うんですけど、メールでも送るけど、朝配信です。明日は朝配信です。よろしくお願いします。ペコリ。ペコリ。朝配信です。ペコリ。よくない？早起きするか寝て待つか。いや、寝てください。さすがに。寝てくださいませ。ゆらも今日はね早く寝るんです。だからちょっといつもよりなんか9時ぐらいから配信したりする時もあるけど、今日はちょっと早く配信しました。何時ぐらいって、ね、
5時45分から6時15分ぐ、あーうーん、5時50分から、あ、5時45分から6時15分の間ぐらい、5時45分から6時15分の間のどこかで15分しか配信できないんですけど、やります。はい、はい、5時45から6時15の間、皆さんよろしくお願いします。じゃあ寝ずにって、いや寝てください、絶対に寝た方がいい。あのね、ダメだよマジで。明日もお休みとかだったらあれだけど、ね、もし明日何か予定があるのであればオールはせずに、はい、いやオールって何気ね絶対来るんですよ、あれに、体調にね出てくるんですよ絶対。だから絶対に寝た方がいいと思います。はい、寝てください。しかも明日のね朝はね結構なんかバタバタしてる気がする、予想は、ユラの予想は結構バタバタしてるから、ちょっとあんまり面白くないかもしれない配信する前に言うやつ。そう、早起きさん、早起きさんです。私は明日なので、何時に寝ます？今日10? 何時？今何時なんだろう。え？今？今？今6時だって。ずっと8時ぐらいかと思っとった。6時38分らしい今。早っ。そんなに早いんですね。そんなに早いんだって。びっくり。ね、暗くなるの早かったらすごい夜に思う。大会ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。イケア好き。ありがとうございます。嬉しいです。今日はね、ファンデーションをね、塗らなかったんですよ。なんかファンデーション塗らずに、なんか これはなんか緑のねものを塗ったんですよ。これそしたらなんかこれの方がなんかいい気がしてきた。これをね塗ったらね、なんかもうオッケーって感じで、なんかファンデーションとか塗らない方がいいかもって思った。これ塗ってなんかコンシーラーっていう、ちょっと男性は分かんないかもしれないんですけど、なんかあるんですよ、なんかクマとか隠すやつをして、あのパウダーをして終わりってやったら、そう、なんかそっちの方がいいと思って、なんかこれで生活しようかなって今思ってる。なんだろう、下地しなくてもいいやつ、わかんないんですよこれ。なんだと思う？よくわかんないけど、なんかこれ塗っての方が良かったんです。なぜか。イカゲームのイカちゃん最高でした。皆さんぜひあのスタジオのね TikTok をぜひ見てください。ぜひ。そう、緑なんです。サイン会で気にならない孤独が何回も流れて嬉しかったです。ありがとう、嬉しい。いっぱい聞いてください。見た目はメンズレーターみたいな。確かに見た TikTok、 ありがとう。そう、楽しかったですよめちゃくちゃ。そう、
収録があったのでお楽しみに後日。なんかね、コードモのままでいたいよっていう曲があるんですよね。それが今なんか謎にめっちゃ頭の中をループしてる。コードモのままでいたいよっていう曲。子供のままでいたいですね。一番上のボタンも止めている池田ちゃんが好きです。いやなんか外してたんだけど、なんかこっちの方が可愛い、襟がよく見えて可愛いかなと思ってこっちにつけた。出遅れました。サイン会ありがとうございました。ありがとう。気にならない孤独好きすぎます。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいです。はあ、私は今整理整頓をしています。ね、本当になんか今さ、なんかツイッター見てたら、あの第4回の歌唱力のなんか収録後のインタビューみたいなやつが今出てて、なんかすっごいなんか本当に始まるんだなってめちゃくちゃなんか実感が湧いてきたっていうか、なんか予選も取ったけど本当に始まるんだなっていうなんか感が湧いてきたような感じです。うん、 STU のはいつ出るのか分かんないけど、もう出るかな。他のグループさん結構出てたから、どうなんだろう。子供のままでいたいよ。本当にこの曲が離れん。知らん、みんな。子供のままでいたいよ。キャちゃんのインタビューもあるかな。どうでしょう、どうでしょうか。どうでしょうか。それがもうずっと頭にある。ごめんみんな、本当にほんまに頭の中にある。ごめんけど、めっちゃ頭の中に響いてる。お、15分経過ありがとうございます。なんだゆの、あ、妹さん今何分？ 45？ じゃあ50分だったら教えてください。皆さんちょっと50分になったら終わりたいと思います。今日は早寝しないといけないので、もう配信が終わったらお風呂に入っておやすみって感じで就寝、就寝したいと思います。就寝タイム、就寝って言うっけ、睡眠タイム、睡眠タイムに入ります。私は睡眠タイム。
お、あっとるって。やったね、やったね。今日はね、なんかね、なんか秋って感じせん？秋って感じせん？せん？むっちゃんさん、お疲れ、ありがとう。マスピョンさん、なんだこれ、スキーみたいな、ありがとう。マスピョンさん、はい、チーズ、ありがとう。10枚、ありがとう。ゆめのちゃん、チュロス10個、ありがとう。むっちゃんさん、ハート100個、ありがとう。バルーンもありがとう。なんだっけ、クマのバルーンもありがとう。むっちゃんさん、ありがとうございます。そうそうそう、なんか色が、服の色も確かに秋っぽいですね。たまたまです。え、そう、なんか、え、秋って感じがしてました。ほんとか。なんかね、なんかね、なんか茶色じゃないですか、目が。なんで、あの目の周りが茶色じゃないですか。なんでかっていうと、茶色しか似合わんくなった。自分もさっき栗ご飯食べて秋って感じ。それは秋もう代表って感じだね。もう秋を感じる一番って感じ。なんかね、ピンクがね似合わなくなったんよ。なん最近言ったっけこれ。なんかさ、もう本当に似合わんくなってさ、なんかね、肌にね全部吸収していくんよ、ピンクが。なんか乗らんくて、肌に色が、なんかもう全部、もう何、これは言い過ぎだけど、塗っても塗っても白って感じ。なんて言ったらいい、塗っても塗っても発色しないんよ、ゆらの肌に。悲しいことに、私の肌に。ドンキで焼き芋買って秋を感じてます。え、ドンキの焼き芋マジで美味しくない？結構食べますよ、行ったら。ドンキにあんまりめっちゃ通う行ったりしないけど、ドンキ行ったら焼き芋あったら結構買います。なんか似合わなくなってちょっと結構悲しいんですけど。あと前髪を薄くしたいのと髪の毛が暗すぎるのが悩み。なんかさ、本当に染めたいわ私。私本当に染めたいわ。本当に染めたい。染めるなら何色に？普通に今はなんか。おしゃれな、なんか茶色茶色に染めたい。え、めっちゃ染めたいんだが、めっちゃ染めたいんだが、私なんか黒すぎてさ、ちょっと茶色くしたい。黒すぎる、真っ黒すぎる、本当に真っ黒、真っ黒黒すけって感じです。本当にそう、おしゃれな茶色にしたい。え、髪染めたら絶対にさ変わると思う。雰囲気変わるよね絶対。絶対変わると思う。ちょっとなんかね、なんか染めた風にできるね、フィルターみたいなのがあるんですよ。それやってみたいです。え、そう、アプリであるんよ。ちょっとやってみようかな、後で。やってみよう。50分です、ありがとうございます。では
終わりたいと思います。終わります。茶色くしたらもっと好きになってしまう。いや、茶色くそれができないんですよ。ST は茶色くできません。なので一生黒です。はい、ということで終わりたいと思います。ランキングを読みます。はい、13位中幸さん、12位つよぽんさん、11位なおなおちゃん、10位くにおさん、9位のりさん、8位なりさん、7位はるさん、6位もひかんダイナソーさん、6位もひかんダイナソーさん、5位てっちゃんさん、4位おむらさん、3位めのちゃん、2位むっちゃんさん、そして1位はドゥルルルッドゥンまさぴょんさん、ありがとうございます。いけいけゴーゴーいけゴーゴー、今日もまさぴょんさんはいけてるよ、ありがとう。今日ゆらさ、なんかお話し会どっちもさ、イケイケゴーゴー言ったっけって今一瞬思った。まさぴょんさ、なんかオンライン話し会の今日の壇上もどっちか1位だった気がする。ありがとうございます。感謝。はい。では、終わりたいと思います。おやすみなさい。皆さん、早く寝ます。おやすみ。ありがとうございました。バイバイ。おやすみ。バイバーイ。